スーパー特急方式をご存知でしょうか。幼少期こんなビデオやあんなビデオで育ってきた方は多いでしょう。私もそうです。ただそのビデオのタイトルに記載されているスーパー特急とは意味合いが異なります。スーパー特急方式とは、軌道は在来線、路盤や構造物は新幹線規格で整備する新幹線形態の一つです。過去に東北新幹線の八戸から青森の区間や長崎新幹線においてスーパー特急方式での建設が考案されましたが、いずれも採用されず、日本の新幹線はすべてフル規格化ミニ新幹線方式となっています。自動車の自動運転化、高速道路の制限速度時速120キロ化が進む中、鉄道のメリットの一つである速達性において自動車に引きを取らないようにするためにはどうすればよいでしょうか。そこで少ないコストで自動車よりも時間が正確であり、かつ早く目的地に到達できるスーパー特急方式をご紹介しましょう。お番でございます。仙台撮り鉄でございます。時系列がめちゃくちゃで申し訳ないのですが、特急ライラックで旭川に行った際の続きの動画でございます。とある方に脅されてビールを飲むためだけに旭川に来たので、何もせずに札幌、いえ成田に帰りたいと思います。特急ライラックの往復乗り鉄するだけでしたね。乗車するのは特急ライラック18号。狙ったわけではないのですが、行きも帰りもカムイではなくライラック。使用車両はカムイが789系1000番台、ライラックが789系0番台となります。両車両は同じ系列ではあるものの、車両スペック、搭載装置、誕生した経緯も異なります。789系0番台は津軽海峡線の快速海峡号で運用していた50系14系客車を置き換えるために誕生し、八戸と函館を結ぶ特急スーパー白鳥号として運用が開始されました。20キロに及ぶ連続勾配、高湿度といった海底トンネルである青函トンネル特有の過酷な環境にも耐えるため、他の車両とは異なる点があります。常に高い湿度である青函トンネル内を走行するため、車体は板圧を増して防音防湿が図られています。そして何といってもこの車両最大の特徴がパワーとスピードです。789系に搭載されている電動機、カゴ型3層誘導電動機 NMT731 型は1機で定格出力が 230kW。 参考までに中央線特急、あずさ号や海事号の運用につく E353 系に搭載されている電動機 NT75B は1機で 140kW です。さらにすごいのは速度種別。789系0番台の速度種別は A75。 分かる人には分かる速度種別が A75 の凄さを説明しましょう。鉄道における速度種別とは、車両の速度をグラフ化した分類を言います。速度種別を表すのに用いる速度は、直線で上り、勾配 10mにおける均衡速度を用います。789系0番台の速度種別を例にすると、数字の左にあるアルファベットの A は、時速100キロを表していて、アルファベットの右にある数字を足すことにより、その列車の速度種別が求まります。つまり、789系0番台の速度種別は、10mの勾配でも、時速175キロで走行できるということになります。この数字は、2021年1月現在、日本の在来線営業車両においては最高値であり、789系0番台は、日本で一番速く走ることができるポテンシャルを兼ね備えている在来線車両となります。ちなみに営業用車両だけではなく、試験車両も入れると在来線においては T991 系電車トライ Z の速度種別 S5、 つまり時速205キロが最高値となります。この E991 系電車トライ Z の存在意義とは、在来線における究極の技術開発に挑戦する試験車両として誕生しました。具体的には、将来的に既存の在来線を利用して高速走行、すなわちスーパー特急方式での運行を想定するため、設計最高速度は時速200キロを担保しています。ではトライ Z の高速試験はスーパー特急方式に役立っているのでしょうか。
しかし、残念ながら、2021年現在、スーパー特急方式で運行されている在来線は存在しません。過去には、東北新幹線の八戸から青森の区間、北陸新幹線の一部区間、九州新幹線の新八代から鹿児島中央の区間は、計画段階では、スーパー特急方式での運行を検討していましたが、建設が開始されると、フル規格に格上げされています。結局のところ、フル規格での建設において、計画当初よりもリーズナブルに建設できる技術が構築されたのか、あるいは、結局作るなら、フル規格の方が圧倒的に経済効果が出ると判断されたのか。当然、フル規格に比べて、経済効果が劣ることは間違いありません。しかし、地方の在来線は、このスーパー特急方式により、大きな恩恵を受けられるかもしれないのです。スーパー特急方式の最大のメリットは、時間が狂気のままなので、特急列車のみではなく、普通列車や貨物列車もそのまま乗り入れることが可能であるため、フル規格新幹線建設の代償である、在来線の第3セクター化を免れることができます。高速運転を行う特急列車、各駅タイプの普通列車、貨物列車、これらすべての列車が、同一線路上を走行していた路線は、過去に例はありません。ただし、それに近いものは存在します。それは、北越急行の北北線を経由していた、在来線特急白鷹号。こちらは、白鷹号が、最高時速160キロでの運転を行いつつも、各駅停車の普通列車、快速列車も同時に運転していました。ただし、貨物列車は北北線を経由せず、信越本線を経由していました。北北線は、単線であるため、貨物列車を運転させる余裕はなく、普通列車でさえも特急白鷹号に追いつかれないために必死に運転を行っていました。そしてもう一路線、北海道新幹線開業前、津軽海峡線時代の特急スーパー白鳥、白鳥号です。普通列車は運転されていないものの、特急列車は最高時速140キロでの運転を行いつつ、貨物列車も同時に運行していました。北北線とは違い、普線であるため本数も確保できるのです。さて、ここで現在走行中の函館本線に照らし合わせてみましょう。以前の動画でも申し上げた通り、特急カムイライラックが走行している函館本線の札幌から旭川の区間は、北海道新幹線の基本計画に組み込まれているのです。しかし現実を見ると、札幌から旭川をフル規格での建設は厳しそうです。コロナ禍前はそれなりに利用客は多かったのですが、フル規格新幹線を建設するまでには至らないほどの数です。また、フル規格新幹線を建設すると、既存の在来線は第3セクター化される可能性が高い上、建設費がかさみます。では、この区間を、建設費用を抑えられる、スーパー特急方式にするとどうでしょうか。この区間は、現在乗車中の特急ライラックカムイなどの特急列車や、各駅停車の普通列車、貨物列車が走行しています。フル規格にすると、同一線上に全ての列車を運行させることはできませんが、スーパー特急方式ならば、機関が狂気で統一されているため、同一線上に全ての列車を運行させることができます。また、当然冬になると、雪が降り積もる区間でもあります。雪対策は、他の地方に比べて盤石な JR 北海道ですが、スーパー特急方式にすることにより、フル規格新幹線並みの雪対策が施せます。これは、現在の北越急行北北線も同様で、雪による遅延や運休は、皆無に等しいほどです。つまり、大都市間の高速輸送のみではなく、地域の交通機関としても維持し、貨物列車の運行もできます。さらに、雪対策も盤石にでき、安全も担保できる。フル規格新幹線よりも、費用を安く抑えることができ、自動車や高速バスよりも、早く目的地に到達し、時間に正確である、夢の乗り物なのです。ただし、どれほどのコストがかかるのかは計算していませんので不明ですが、コストをかけて高速化または観光列車を作り、鉄路を維持していくのか、それともコストをかけず、自動車の自動運転化、少子高齢化の波に押されて衰退の道をたどるのか、確実に来る未来に対して様々な方策を考えておかなければならないのです。さて、最後に、この区間がスーパー特急方式になり、全区間で路線が新設されたとして、どれほど速達化が期待できるのか、計算してみましょう。念のため申し上げますが、ここから先の話は仮定の話ですので、鵜呑みにせずに聞いてくださいね。スーパー特急に用いる列車の最高速度は、時速180キロ。
軌道加速度は 1.8km/h、加速度は時速 80km から少しずつ下がるようにしましょう。停止状態から時速 80km までは 1.8km/h 一定で加速していき、加速時間は 44.44 秒、距離にして 493.83m となります。時速 80km から先、こちらの式を使います。エクセルにぶち込むと、停止状態から時速 180km まで時間は225秒かかり、距離は 5625m となります。減速度は 2.5km/h としましょう。時速 180km から停止まで時間は72秒かかり、距離は 1800m かかります。つまり停車場接近標識が見えたらすぐにブレーキをかけないと仮走してしまうことになりますね。今回計算する列車は速達列車であることを考慮し、停車駅は旭川を出発し、滝川、岩見沢、終着札幌としましょう。特急ライラック18号と同じく旭川を10時30分に出発すると、フルノッチで加速、加速に225秒と 5625m かかります。減速に72秒と 1800m かかります。旭川と滝川の間は 53300m ありますので、最高速度を維持できるのは 45575m となります。時速 180km は秒速 50m であり、 917.50 秒間、最高速度を維持できます。つまり旭川から滝川まで 1214.5 秒で走り抜けますので、滝川には10時50分14秒に到着します。このような感じで他の区間も計算するとこのようになります。泣く子は愚か、鬼まで泣いちゃう、余裕自分一切なしの鬼畜ダイヤ。理論上このダイヤでは旭川と札幌を46分で結びます。余裕自分を設けると55分程度となります。つまり現在乗車中のライラック18号と比べ30分ほど短縮が可能です。さらに自家用車で旭川駅から札幌駅に移動する場合、高速道路を使用しても2時間程度であるため、このスーパー特急方式は所要時間で自動車との差別化が図れるのです。机上の空論に過ぎませんが、議論する上でフル規格なのか在来線なのかの二択ではなく、スーパー特急方式も視野に入れて議論を進めるといいのかもしれません。果たしてスーパー特急方式は産声を上げるのでしょうか。というわけで2020年夏のとんぼ返り北海道旅は終了。ただ電車に乗ってビール飲んでるだけの旅でした。たまにはこんな行き先を決めない旅もいいかもしれませんね。